今、ライブに送りましたが、まだ来てない。あ、来ましたね。あ、来ましたね。はい、配信始まっちゃってます。ノイズが入ってるかな？ヨトワズさん、取れますか？はい。皆さん、バトンタッチします。お願いします。皆さん、こんばんは。こんばんは。VS コードミートアップの11回目のミートアップです。今回は、帰ってきた入門編と出しまして、4月ということで、入学入社シーズンということで、これから、VS コードを触り始める方、そちらの方を、メインの対象とした、入門編となっております。この機会に、VS コードの基礎、リターの基礎を学び直したい方にもおすすめの内容となっております。よろしくお願いします。本日の内容なんですが、徳倉彩さんからの、VS コードの変遷と今後の展望、それから唐揚げさんによる、VS コード超入門、それから上田さんによる、VS コード新機能紹介2020から2021の、3本のセッションと、3名の方による、ライトニングトークを含めた内容となっております。よろしくお願いします。ご覧になっている方のコメントは、YouTube のコメント欄、もしくは、Twitter の、VS Code JP のところの、ハッシュタグのところにコメントいただければ、運営の方で拾うようになりますの、拾うようにいたしますので、よろしくお願いいたします。それから、コンパスの、申し込みページに記載しておりますが、イベントの参加にあたりましては、コンパスのページに来て、記載しております、コード・オブ・コンダクト、行動規範をもとにして、皆様が、安心して、イベント方にの方に、参加できますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。それでは、1本目のセッションになるんですが、1本目は、徳倉彩さんによる、VS コードの変遷と、今後の展望の、セッションです。それでは、徳倉さん、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。では、画面の方を共有しますので、少々お待ちください。ちなみに、今日の登壇者全員今、映ってたりしますね。はい。画面切り替えます。はい。はい。では、スタートしたいと思います。皆さん、改めまして、こんばんは。職業徳倉彩こと徳倉彩です。今回は入門編ということで、改めて、ビジュアルスタジオコードの変遷と今後の展望ということで、20分間お届けしてまいります。最後までよろしくお願いします。はい。で、繰り返しになります。私たちはですね、VS コードミートアップという形でコミュニティとして有志のメンバーで、一生懸命今回皆さんに素晴らしいコンテンツをお届けできたらということで、行っていますので、ぜひですね、ハッシュタグの方で、皆さんの感想だったり、あるいは質問などあればどんどん入れていただけると私たちの励みにもなるのでよろしくお願いします。今回初めてですね、お会いする方もいらっしゃるかと思いますので、簡単な自己紹介です。平日は今ですね、IBM でカスタマーサクセスマネージャーという仕事をしてます。で、それ以外は、まあ、自称 VS コードエヴァンジェリストとして、まあ、VS コードの使い方だったり、学んだことっていうのを情報発信するということをやっています。Twitter はあやとくらですね、そのまま本名でやっていますので、よろしかったらフォローいただけるとありがたいです。
はい。で、今日は、まあ、入門編ということなので、エンジニアの方、あるいはそうでない方もいらっしゃるかなというふうに想定をしています。で、まあ、エディターというですね、ことで、今回 VS コードについて皆さんに知ってもらえたらいいなということで、お伝えしていくわけなんですけれども、エディターという言葉自体ですね、あまり聞いたことないっていう方もいらっしゃるかもしれないので、ここで一旦おさらいの方をしておきます。まあ、エディターというと、通常、まあ、プログラミングに限らずですね、普通のメモ帳、Windows だとメモ帳だったり、何か、パソコンに人間が文字を入力して、それを、まあ、データとして、管理したりとか、あるいはそれをファイルとしてですね、まあ、基本的に保存したり、フォルダの中で、運用管理したりっていうことで、そういうのをできるツールのこと、あるいはソフトウェアのことをエディターというふうに呼んでいます。で、エディターと呼ばれている、おそらくですね、ネットで検索すると、まあ、軽量なもの、あるいはすごく早く動きますよっていうようなものがあったり、あるいは無料だったり、有料だったり、いろんなものがあるというのが現状かなと思います。で、通常、エディターというのを検索すると、他にもですね、IDE との比較、あるいは IDE っていうような単語も出てきます。これは何かというと、インテグレーテッドデベロップメントエンバイロメントですね。日本語で総合開発環境と言われているものになります。これも人によってはですね、IDE もエディターだというふうに捉えていらっしゃるケースもありますし、最近、まあ、エディターとこの IDE の境目ってどこなんだろうということで、まあ、いろんなところで議論なども行われていたりするのですが、まあ、一般的には IDE と呼ばれているものは、割とこう大型の案件だったり、まあ、要は複数の人と、まあ、会社だったり仕事でアプリケーションの開発をするときですね、要はプロジェクトなどをベースにして何か開発を行ったり、あるいはそのエディターと呼ばれているものは、先ほどもお伝えしたように軽量ですね、まあ、軽くサクサク動くものというふうになっているのですが、割とその ID って呼ばれているものは多機能ですね、いろんな機能を持っていて、しっかりとした環境で動かし、そして大きなプロジェクトも、あるいはエンタープライズのプロジェクトなどもがっつりやるっていったときは IDE といったものを使うというような、あるいは選ぶというような傾向になっているというところをざっくりとご理解いただけると、この後の話が伝わりやすいかなというふうに思います。で、今日はまあエディターという観点で皆さんにお話をまずはですね、スタートしていきたいなと思います。まあ、エディター、まあ、誰でもですね、できる。そして、どこでも使える、やりたいことに集中できる、といったものが、まあ、エディターの大前提になるかな、というふうに思うのですが、エディターもですね、たくさん世の中にあるので、おそらく今回参加されている方の中で、エディターってそもそもどうやって選べばいいんだろうという方もいらっしゃるかもしれません。これはですね、まあ、いろんな本も書籍なども出ているので、そういったものも参考にいただけるといいのかなと思いますが、基本的にはやはり自分で何をやりたいかによって相性などもあったりするので、実際に試してみて相性のいいものっていうのを選ぶといいんじゃないかなというふうに思っています。このセッションでは、まあ、VS コードミートアップの中で、VS コードについて情報共有をしていく形になるので、かなりですね、VS コード推しなトーンで皆さんにコミュニケーションする形になりますが、世の中のエディターは VS コードだけではないということで、ぜひですね、まあ、とはいえ VS コード非常に多くの方々に愛されて、ずっとこう進化を遂げている、非常に魅力的なエディターであり、人気のエディターかなというふうに思いますので、そこもご理解いただければと思います。ではここからは少しですね、VS コードの歴史のところを皆さんにご紹介していきたいなと思います。おそらく最近 VS コードということを耳にされる機会が増えたかなという印象を持たれた方も多いのではないかなと思うのですが、10年前ですね、2011年。実はこれ私2011年マイクロソフトに入社した年でした。
で、その時、私はまあ MS の社員で、モナコという、まあ、コードエディターがある、コードプロジェクトっていうのが、まあ、動いているというのをすごく、自分の記憶の中ではですね、ずっと残ってるというものになります。で、モナコって一体何かというと、おそらくインターネットエクスプローラーの、F12 開発ツールと呼ばれていたもの。これはまあ要は、ウェブのアプリケーションの開発をですね、すると、普通にいろんなプログラミングの言語で、まあコードを書いていったりするわけなんですけども、それを、まあ実際にウェブのブラウザーでこう見たときにどうなるかっていったところを開発ツールとして使うこういったツールがありました。で、そういったところで、このモナコっていうものが、実は裏側で動いていたり、また、昔からですね、マイクロソフトが提供しているパブリッククラウドの Azure っていうのを使われたことある方は、この画面見たことある方もいらっしゃるかもしれないのですが、当時 Azure という、まあ、クラウドの上で Web の、Web アプリケーションというのをホスティングできるサービスがあったんですけれども、そことの連携で、Visual Studio Online Monaco というサービスが使えるようになってました。で、非常にこの画面見ると VS Code、今ですね、皆さん使われている VS コードの画面に似てるなっていうふうに思われるかと思うのですが、このモナコこそがですね、VS コードの元々の始まりのプロジェクトということで、時々ですね、モナコっていう単語が VS コードの話をするときに出てくると思うので、昔こんなプロジェクトが動いてたということの今ご紹介になってます。で、まあ、要は、ウェブで、オンラインで使うエディターとして始め、プロジェクトが動いていたわけなんですけれども、2015年になりまして、エレクトロンというですね、これは、ウェブのアプリケーションというのをデスクトップのアプリケーションに、することを手助けしてくれるものになります。このエレクトロンというテクノロジーによって、VS コードはウェブブラウザだったものがクロスプラットフォーム、いわゆる Windows、そして Mac、Linux の上でも動くソフトウェアということでリリースの方をすることができました。すなわち VS コードはですね、もともと Web のアプリケーションで Electron によって皆さんが今ですね、使われているソフトウェアになったという、そういう生い立ちになっています。なので VS コードの機能などで非常にですね、ウェブのアプリ開発をされている方だと、分かりやすいな、親和性が、ウェブアプリケーションの開発しててもすごく親和性高いなって感じられたりするっていうのはそういったところにあるんじゃないかなというふうに思います。さてさて、VS コードですね、略して VS、Visual Studio Code のことを VS コードと呼んでいるわけなんですけれども、マイクロソフトではもともとビジュアルスタジオという冠でいろんなプロダクトだったりサービスを展開しています。もともと真ん中のですね、ビジュアルスタジオ2019っていう、まあ、これ IDE とあえて書いていますけれども、そういったものと、ビジュアルスタジオ for Mac ですね、これは Mac 用のビジュアルスタジオというようなものがありました。で、他にもですね、ビジュアルスタジオという名前がついているものとして、ビジュアルスタジオアップセンターというのがあります。ビジュアルスタジオ IDE は、これはコードを書くエディター、両方ともですね、ソフトウェアなんですけども、こっちのアップセンターというのは、これはモバイルを開発する際に、モバイルをテストしたりするための、まあ、サービスになっています。で、ここは特にですね、VS コードと直接の関係というのはないようなもので、まあ、Visual Studio のファミリーとして、プロダクトとして、サービスとしてですね、存在しているというものになります。また過去にですね、Visual Studio Team Service というネーミングで、これは今だと Azure DevOps という名前になっているんですけれども、クラウドサービスの上でチーム開発をするために、まあ、要は DevOps ですね。デベロッパーの人とオペレーション、まあ、インフラの、あるいはそういった、デベロップメントしたものを運用管理する人たちが連携するような、そういったサービスというのがあります。ビジュアルスタジオチームサービス、あるいはビジュアルスタジオ、何々っていうのが、まあ、たまにですね、出てきたらこんな風にビジュアルスタジオと
関係するものとそうでないものあるよということで、ちょっと頭の片隅に置いてあると混乱は避けられるかなというふうに思います。というわけで、ビジュアルスタジオコードというのは、Mac、Windows、Linux で動かすことができる、まあ、ターミナルがついていたり、また拡張機能というのが使えるコードエディターになります。で、人気の秘訣はいろいろあるかなと思うのですが、やはり初心者からですね、経験者、まあ、あらゆる人たちに使えるようないろんな工夫がなされていたり、また最近は先ほど進化してますよというふうにお伝えしましたが、そのあたりですね、オープンソースという形になっているので、どんどんみんなで進化させていくというふうにできるのが、まあ、VS コードの今ある姿になっています。ざっくりとですね、じゃあ Visual Studio Code でできることというのをお伝えしておきます。まあ、エディターなのでメインはコードの編集であったり、まあ、コードの編集ですね、というものになってきますが、最近だと、まあ、拡張機能などを入れて必ずしもコードの編集というよりは何かですね、作業することができる、まあ、エディターというものにな、エディターの、まあ、メインの部分というのがあります。で、まあ、ターミナル統合ですね。ターミナルというのがあって、Windows の場合だと、まあ、PowerShell だったり、コマンド、プロンプトっていうのがあるかと思うんですけど、そういうのも VS Code の中で使うことができるようになってます。あと、まあ、ソースコントロールですね。書いたものを管理したりするときには Git っていうのがデフォルトで使えたり、あるいは、まあ、タスク実行、そしてランタイムというのが、Node.js、sp.net unity などに対応しているというものになります。で、この拡張機能ですね。この拡張機能が非常に VS コードでは重要になってきます。おそらく後ほどこのあたりも、いろんな方が話の中で出てくるかなと思うのですが、要はその VS コード単体でももちろんですね、非常にいろんな機能を使っていただけるのですが、その拡張機能というのを使うことによって、どちらかというと VS Code ってエディターですか IE ですかってよく質問をいただくんですけども、もうどん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 最近は IDE 寄りな感じになってきてんじゃないかなというふうに思います。またですね、VS Code の特徴をここで簡単に並べてあるのですが、VS Code もかなりですね、軽量で高速に動きますよということで、マイクロソフトでは展開していますが、他にもキーボード操作ができたり、またこれアプリケーションの開発においてデバッグ実行だったりタスク実行だったり、またソースコード解析だったり AI がいろいろ手助けしてくれたりっていうことで、VS コードプラス拡張機能でいろんなことができるようになっています。でそんな感じで VS コードじゃあなんかいろいろできて面白そうだなって思われる方、もうぜひですね、まだ触ったことないという方はインストールしてどんどん触っていただけるといいんじゃないかなと思うんですけれども、VS Code ではできることもあるんですけども、逆にですね、できないこと、実現が難しいことっていうのもあります。それをですね、お伝えしておくと、まず VS Code の実行環境、要は元々の OS 上でできないことっていうのは、これは VS Code でやることは難しいと考えていただいた方がいいかなと思います。例えば、Windows 上で最近 WSL とかっていう、他のですね、OS を、Linux を動かすっていうような環境を作ったりすることができるんですけれども、それがあった上で VS Code で、そこの Linux 環境に対して何かするっていうようなことはできるんですけれども、もし、その Windows 上で WSL の設定ができなかったとしたら、それは VS Code 上でも WSL の機能は使えないっていうような、そんなイメージになります。また VS Code で、あるいは拡張機能で提供されてないことっていうのは、基本的にできないよっていう、なんとなく聞くと当たり前なように見えるかもしれないんですけれども、なかなかですね、VS Code 期待値がどんどん上がっていくので、あれ、なんでこれできないんだろうっていう疑問を持った時には、ここにもう一回立ち返っていただければというふうに思います。またですね、VS Code で今、いろんな人と一緒にコードを、画面をですね、画面というかコードを共有して、
まあ、共同開発できるようなこともできるようになってきてるんですけれども、デフォルトでは、その機能が使える人数というのが制限されてたりするので、やはり 大規模だったり、エンタープライズの大きい案件で、使い方によっては VS コードではできないことっていうのもあるかなというふうに思います。そして日本語対応のところですね。日本語対応について、これリリース初期の頃と状況変わらずですね、公式のウェブサイト、ツイッター、公式のツイッターもあるんですけども、また毎月毎月、VS コードってリリースが行われているんですけども、そのリリースノートはですね、翻訳されていないというものになっているので、ここはですね、自分たちで英語を頑張れ的になっているというところも、まあ、懸念事項になります。でそこでやはり、まあ、日本で、日本語で VS コード自体は使えるようになっているといった中で何か、やはりですね、やはり英語でしか情報がないというと敷居が高いというふうに思われてしまうというのも残念だなというふうに思うので、私自身は2018年の10月にですね、ソフトウェアデザインという、これ、技術評論者さんから毎月出てる雑誌なんですけども、そこで VS コード快適生活っていう連載を始めました。今でもですね、もう今月号が28回目で、VS コードの、まあ、リリースノートを一部翻訳したものだったり、その時にちょっと独断と偏見で面白いなと思うトピックをチョイスして記事を書いてますので、よかったら見ていただければと思います。また2019年にですね、やっぱり VS コードのユーザー同士みんなでつながって、情報交換しながら面白い使い方、あるいは効率的に使えるようになったらいいねっていうことで、このコミュニティというのが発足しています。先ほどコンパスの方を見たら、もうすぐですね、もう3000人になるというような、割と立ち上がってから1年ちょっとで、2800名の方々にご参加いただいているということで非常にコミュニティとしては盛り上がっているのかなというふうに思います。またコンパスでですね、今回11回目ということで、まあ、定期的に私たちは、セッションだったりハンズオンというのを開催をして皆さんの、VS コードをですね、使っていただけるようにということでサポートしていければということで頑張ってます。また VS コードですね。その後、まあ、2019年ぐらいから続々と書籍というのも日本で、登場しています。VS コードのコミュニティで生まれた、本というかですね、これ同人誌なんですけれども、同人誌ビジュアルスタジオコードブックっていうのがあったり、またこのミートアップのコアメンバーのですね、森本さんが VS コード実践ガイドというのを出版されてたりするので、よろしかったらこういったものも参考にしていただければと思いますし、また、もしですね、今後 VS コードの書籍何か出版される方は、コミュニティの私たちにも情報をいただけると嬉しいなと思ったりします。そして2020年ですね、去年 GitHub コードスペースというものが登場しました。現時点ではベータ版ということで、これは、まさかのですね、ビジュアルスタジオオンラインというのが昔あったのがまた復活したかなというふうに私自身は思ったりするんですけれども、まさに、これに関してはですね、ブラウザ上で VS コードの機能を使えるというものになっていて、ベータ版、まあお試しということで今それを2つのプロジェクトに対して使えるというふうになっています。詳しくはですね、サイトの方を見ていただければと思います。またですね、これ、2021年になってますが、去年ですね、去年は VS コード5周年記念というのを行ったり、また今年1月にはマイクロソフト公式で、なんとなんとですね、VS コードの VS コードデーっていうオンラインのイベントが開催されました。で、実はここのキーノートで、今ですね、ざーっと簡単に、まあ、10年前の振り返りっていうところをお伝えしたのですが、そこの内容も、エリック・ガンマーが話していまして、ちょうどその次の月に私たちの、まあ、9回目のですね、会でリキャップということで、ここは上田さんが、そのセッションのスライドなども全部日本語にして公開してくださってるので、もし VS コードの細かい、10年前からの歩みっていうのを見たいと思われた方は、こちらも参考にしていただければと思います。
というわけで VS コードですね。まあ、一番はこの青いロゴのを見かけた、あるいは、これをもうすでに入れてるっていう方いらっしゃるかなと思うんですけど、実はですね、たまにこう、Mac だと Docs のところ、下をこう、ピン止めとかされてるのを見ると、いろんな色のが並んでる人っていると思います。これなぜかというと、VS コード自体もいろんな種類が今出てきています。青いのがですね、ステーブル版。まあ、安定しているものと、あと、ステーブル版になる前に、ステーブル版は毎月出てくるんですけれども、もうちょこちょこですね、改善して、どんどん、そこのフィードバックっていうのを得ながら、このステーブル版に向けて、まあ、パブリックプレビュー的に、試せるというのがインサイダーズというものがあります。また、この間はですね、ビッグサーとか、あとは、ちょっと特殊な使い方だったり、プラットフォームで使う場合には、また別の、VS コードのバージョン、ビルドっていうのが用意されている場合があります。また、GitHub で出ている VS コードってこれ書いちゃってますけど、コードっていうのをデプロイですね。自分でオレオレ VS コードって実は作れるようになってまして、それをやると、実際に立ち上げると OSS っていうのが出てきます。で、それがここですね。github.com Microsoft Slab VS Code というものになっています。で、ここアクセスしていただくと、もうすでにですね、1300名以上の方コントリビューターになっていて、ずっとここの、もし VS Code の歴史をですね、概要じゃなくて、コードがどんなふうに進化していったかっていうところをもうがっつり見たいっていう方は、もう GitHub 見ていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。これはもう作った時からですね、先ほどもお伝えしたように、エレクトロンというものを使ってアプリケーション化しているので、タイプスクリプト、JavaScript、CSS、HTML っていう、まさに Web のテクノロジーで、この VS コードというのは作られています。というわけで最後ですね、この、これから、じゃあ VS コードどうなっていくんだろうといったところの話に移っていきたいと思います。で、まあ、結論を先にお伝えすると、これは、すべて皆さん次第、そして、まあ私も含めてですね、自分たち次第というものになっています。何を言っているかというと、まあ先ほど GitHub の、この VS Code のリポジトリの中に Wiki っていうのがありまして、Wiki の中にロードマップというのが、公開になっています。で、ここの内容がですね、まだ2020年のままになっているのですが、去年と比べると少し、まあ、アップデートがですね、入っている内容になってました。で、これは、まあ、この VS Code のロードマップというのは、Microsoft の中の VS Code を開発している人たちだけが決めて、開発の方を進めているのではなくって、GitHub 上で、まあ、イシューがですね、ものすごいたくさん出てくるんですけども、その、まあ、問題報告だったり、あるいはプルリクエストで改善要望、そういったものをきちんと踏まえて、さらに、ここ中ですね、ツイッターだったり、あるいは、まあ、フェイストゥーフェイス、今だとおそらくオンラインになると思うんですけども、いろんなですね、VS コードの開発チームってディスカッションする場なども持ったりっていうことをして、その中でユーザーの意見などに基づいて VS コードのロードマップ作りますよということを表明しています。なので私たち日本からもいろんな要望を挙げることで VS コードの今後っていうのを変えていくことができると思います。また細かいですね、イテレーションプランというのもそのロードマップの下で公開されていて、これはもうまさにバージョンごとですね。毎月バージョンが上がっていくので、2021年3月だったら3月のイテレーションプランというところを見ると、まあ、次、今どういう開発が終わってて、次何が優先的に行われている、あるいはドロップするっていうのが全部こう、実は見えるようになっているので、このあたりももしですね、先取りで VS コードのキャッチアップされたい方は見ていくといいんじゃないかなと思います。VS コードはそんな形で、まあ、オープンソースなので誰でも自由に使えるというものでもあるのですが、GitHub で公開しているオープンな世界というのを非常に大切にしているので、今回初めてですね、入門という形で触られる方は、よく GitHub で何かプルリクしないとコントリビューターにならない、VS コードに貢献していることにならないというふうに、
思われがちなんですけど、実は使うっていうこともコントリビュートですね。その世の中の技術の発展というところに貢献できてるよっていうことは、自信持って、いただきたいなとも思いますし、またですね、もしコードをゴリゴリ書ける方は、もうどんどん、まあ、GitHub の方に問題があれば、報告をしたり、プルリクエストしたり、また拡張機能というのも皆さんご自身で作って公開するということもできるようになっているので、そういったところをどんどんですね、スキルアップにもなりますので、このあたりみんなで盛り上げていきつつ、VS コードをより良いものにして、自分たちも最後ですね、快適にコーディングっていうのができるといいんじゃないかなというふうに思います。で、最後にですね、これ私、エヴァンゲリオン好きなので、ちょっとエヴァンゲリオン流の、シーンにしてマークダウンをですね、今日昼間ポチポチ書いてこんなの書きました。私からの最後のメッセージはこれです。ハッピーコーディング with PGR Studio Code ということで、皆さんぜひハッピーコーディングを実現していきましょう。はい、以上で私のセッションは終わりになります。ご清聴ありがとうございました。徳田さんありがとうございました。では次唐揚げさんが準備いただく間ちょっと質問拾いやすいくつか拾おうと思います。ツイッターで菊池雄介さんからランタイムズっていう機能ってどんなの？ノード JS やユニティっていうワードが出てきたので気になります。これどうなんだか。あ、なるほど。ですね、これはもし例えば Node.js っていう、まあ、JavaScript でですね、プログラミングをして、アプリケーションを開発したときに、それを実際こうビルドしたり、要はちゃんと動かすときに、ランタイムっていうのを使うっていうものになります。おそらくですね、まあ、Unity もこれはランタイム、要は実行、ビルドして実行するっていうようなところを手助けしてくれるものというふうに、まあ、簡単に言うと、なりますので、そういったのが特に、まあ、VS コードで、こうアディショナルで追加で何かそれを動かすためにインストールをしなくていいっていう、そういう意味合いになります。はい。ありがとうございます。はい。兵庫さんから、VS コードとアトムは親戚ってことでいいのかしら？これは。これはですね、親戚というか、ただもともと VS コードに関しては、先ほどもお伝えしたモナコっていうプロジェクトから、マイクロソフトがずっとこう育ててきたっていうところもあるので、ちょっとアトムはまた別の進化の仕方をしているので、そうですね。直接、ちょっと親戚、って言えるかなっていうと、どうかなっていう感じですかね。皆さんは逆にどうでしょうね。一応、マイクロソフトとしては VS コード。はい。VS コードっていうことで、はい、展開してます。あと、YouTube で渡辺博勝さんからコメントいただいております。Adobe ユーザーで Extend Script Debugger が推奨となっていて、Adobe ユーザーである限り VS コードを使いこなせるようになりたいです。なので、JavaScript とか AppleScript は触ったことがある程度でコードを書くことも環境構築することも難儀しています。これ、私も Adobe ユーザーなんですが、この、スクリプトですね。Extend Script の開発環境が、VS コード推奨になってるっていうのを初めて知りました。はい。おそらく、逆に今後、要望を上げていただいて、みんなで勉強会したりして、勉強していければいいんじゃないかなというふうに思います。コーディング、わからなくてもですね、コミュニティでハンズオンなどもやってますので、ぜひ、はい。こちらも今後のディスカッションだったりっていうところで、コアメンバーでも話してみて、何かできたらなというふうに思います。あと、コメントでやっぱローカライズと、GitHub Code Spaces の、GA のところはなんか期待する声が大きいみたいですね。はい。はい。よしでしょうか。では、徳田さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。続きましては、VS Code Meetup では初めてちょっと相談いただきますが、唐揚げさんによります、VS Code 超入門になります。
唐揚げさんよろしいでしょうか。はい、あ、声大丈夫です。唐揚げさん、ちょっと音の方がちょっと跳ね返ってるみたいなんですが、あ、これで大丈夫ですかね、声。あ、大丈夫です。あ、それではよろしくお願いします。あ、はい、よろしくお願いします。VS コード超入門というタイトルで、唐揚げが発表させていただきます。ちょっと前家から配信していて、まあ、かなり孤独なので、何かあれば YouTube とかでコメントいただけると、あとトラブってたら教えていただけると、なんとかフィードバックするようにしますので、コメントいただけると嬉しいです。で、最初に少しだけ自己紹介をさせてください。名前はですね、ちょっと唐揚げという名前で、本名は諸事情によりちょっと内緒で活動しております。で、仕事の方はですね、愛知県で組み込み系エンジニアをしていて、まあ、結構ハードウェア関係が長くて、ソフトウェアはまあインフラとかウェブ系とかは全然明るくないので、まあ、どちらかというとかなり初心者に近い立場で、まあ今日は少しお話しできるんじゃないかなと思っています。で、ブログとかツイッターとか、あとはキータとかゼントとか GitHub とか、まあいろいろなネット上のプラットフォームで、まあ、情報発信をしているので、まあよろしければフォローとかしていただけると嬉しいです。で、ちょっと宣伝なんですけど、まあ、こういったネット配信が縁でですね、書籍いくつか出していまして、今年ですね、1月に AI 関係の AI 自作教室という本とですね、これはあさってになるんですけど、ジェットソンナの超入門というですね、これ改訂第2版になって、こちらは共著で複数の人と書いている本になるんですけど、こちらですね、ジェットソンナノという、まあ、いわゆるマイコンですね、こちらの関係の本を書いています。このジェットソンナノもですね、この上で VS コードとかも動いたりするので、まあ、今日の話ともちょっと関係してくるかなと思っています。まあ、他はラズパイマガジンさんとか日経リナックスさんとか機構、協力多数となっていますので、まあ、もし興味あれば読んでみていただけると嬉しいです。で、まあ、本題のエディターの話なんですけど、まあ、今まで私がちょっとどんなエディターを使ってきたかっていうのを簡単に表にまとめてみました。と、まあ、結構いろいろあってですね。まあ、要は、いろいろな OS を使ってきてですね。まあ、その度に、まあ、いろいろエディターを、まあ、乗り換えてきたんですけど、で、今はですね、結構 Mac とか Linux とか、まあ、いろんな OS 使ってるんですけど、まあ、思考のエディターの、まあ、VS コードに、まあ、いろいろなエディターを経て、まあ、ようやくたどり着くことが、まあ、できましたというところをですね。まあ、結構いろいろなエディターを使ってきてですね。まあ、エディターがないような時代から使って、まあ、メモ帳とか使った後、まあ、Emacs とか Vim とか、結構トレンド、その時々のトレンドのエディターを、まあ、使ってきたんですけど、まあ、やっぱり今はですね、VS コードエディターっていうのが、まあ、一番いいんじゃないかなというふうに自分は感じています。で、まあ、これ先ほどの、まあ、プレゼンのちょっと繰り返しにもなるんですけど、まあ、VS コードエディターのいいところとして、まあ、やっぱり無料だなっていうところは、まあ、すごくいいところだなと思っていますし、結構どんな環境、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、まあ、かなり主要な環境で動いてくれるっていうところと、あと、まあ、豊富な拡張機能でどんどん機能を追加していけるっていうところですね。まあ、この3つが結構いいところじゃないかなと思ってまして、まあ、自分にとっては、まあ、かなりパーフェクトなエディターじゃないかなと考えています。で、今はもうほとんど VS コードエディターぐらいしかエディターを使っていなくて、まあ CUI でちょっと編集するときだけは、まあ Vim とか VI をまあ使っているっていう形ですね。まあデファクトで、まあ必ず Vim とか VI はあるので、まあ、ここら辺は歴史が長いエディターの、まあ強みかなとは感じています。で、私ですね、この VS コードの入門本っていうのを全っていう情報技術系の情報共有のプラットフォームで、まあ、無料公開をしています。で、今日もですね、この本がきっかけで、まあ、登壇のお話をいただけました。で、この本ですね、いいねとかが200以上ついていたり、まあ、1週間ぐらい、
まあ、トレンド1位になっていたりですね、まあ、結構好評いただいていて、まあ、前のこのアドレスのところで公開していますので、まあ、こちら、初心者の方とか、これから始める方、ぜひ読んでいただけると嬉しいと思いまして、まあ、この本読んでいただければいいんですけど、まあ、やっぱりその文字を追うだけだと、なかなか伝わりづらい魅力とかがあるかなとは思うので、今日はお話の中で、まあ、少しでも多くの人に深くこの VS コードのいいところを知っていただければ嬉しいなと思っています。で、まあ、最初に VS コードを当然インストールしないといけないですけれども、まあ、いろんなプラットフォームがあると思うんですけど、皆さんもいろんな OS を使っている方がいると思うんですけど、まあ、Mac でも Intel Mac だったり、最新の M1 の Mac だったり、まあ、Windows であったり、Linux であったり、まあ、先ほどお話したようなマイコンボードですね、Jetson Nano とか、あとはラズベリーパイとか電子工作をやる方は結構使ったりすると思うんですけど、まあ、そういった多くのプラットフォームで、最短最速で、まあ、これ、個人が思ってるだけなんですけど、VS コードをインストールする方法っていうのを先ほどの前の方にまとめてありますので、結構コマンド一発でインストールできるように工夫してあるので、まあ、これからインストールする方とかはですね、ぜひ参考にしていただけると嬉しく思います。で、続いては VS コードのちょっと標準機能をいくつか紹介していこうと思います。まずはまあ基本的な操作なんですけど、まあ、ちょっとここでは割愛しようかなと思っています。理由はですね、まあ、一つは癖のあんまりないエディター、まあ、とても素直なエディターかなと思っているからですね。例えば Emacs とか Vim エディターとかはですね、結構セーブするしたりとか、Vim エディターとか結構編集するにも初めて使う人は一苦労だったりするんですけど、まあ、VS コードエディターってそんなことはなくて、結構初心者にも優しくとっつきやすいエディターかなと思っています。で、まあ、慣れている方は、前の方に結構主要なショートカットとか、ちょっとおすすめの使い方とかをまとめているので、まあ、こちらを軽く見ていただけると何か参考になるんじゃないかなと思いますし、全くの初心者の方には、この VS コードのミートアップで、まあ、私は執筆には協力してないんですけれども、まあ、こちらで同人本の方が出ていまして、確か技術書店のウェブサイトから購入できたと思うんですけど、有料なんですけど、私も購入して、ちょっと読んでみたんですけれど、かなり、わかりやすくて、初心者にはおすすめの方なんじゃないかなと思いますので、こういったものを参考に基本操作身につけていただければいいかと思います。そしてですね、VS Code は標準でデバッグ支援機能も結構強力だというふうに感じてまして、まあ、デバッカーとか使ってる人は常識だと思うんですけれども、デバッカーを使うとエラーの原因突き止めやすくなったり、まあ、中で何が起こっているかわかりやすくなったり、まあ、ボタン一つでプログラムを実行できるので、まあ、かなりデバッグとか開発がしやすくなります。で、デバッカーとかなかなか使いこなせず、プリントデバッグを使い続けてる人って、まあ私も結構長い間そうだったんですけど、結構いるんじゃないかと思うんですけど、VS コードだと比較的簡単にこのデバッグ機能を使うことができるので、まあ、これを使いこなしていくのがおすすめですね。前の方にも、ちょっと私が Python メインで使うので、Python の例が中心になるんですけど、デバッグの設定方法から結構詳しく書いているので、まあ、なかなかデバッグが使いこなせてない人は参考にしていただけるといいかなと思います。あと続いて拡張機能なんですけど、まあ、これのインストールっていうのも、とっても簡単ですね。マウスでポチポチしていけば簡単にインストールできるんですけど、まあ、実はですね、コマンドでもインストールすることができます。まあ、コマンドでもインストールできるってことは、これを並べておいてスクリプト化しておくと、こうワンライナーで一気に自分のお気に入りの拡張機能をインストールしたりもできます。ここら辺も詳しくは前の本で書いてあるので、参考にしていただけるといいかなと思います。他にもですね、セッティングシンクっていう、まあ、設定を同期する方法もあるので、まあ、こちらを使うっていうのもいいかなとは思います。まあ、私はあんまり同期しちゃうのが好みじゃないので使わないんですけど、ここら辺はお好みで選んでいただければ良いかなと思っています。で、ここからはですね、いろんなおすすめの拡張機能っていうのをざざっと時間の許す限り紹介していきたいなと思っています。まずはですね、コーディング支援で、まあ、見やすくするために使う、よく入れる拡張なんですけど、具体的には、
まあ、ブランケットペアカラライザー2というですね、ペアの括弧を見やすくする拡張とか、インデントレインボーっていうインデントを見やすくする拡張と、トレーリングスペーシーズという、まあ、空白に色をつけてくれるようなあの拡張を、まあ、私は結構最初に入れたりします。で、入れる前と後の図が下にあるんですけど、まあ、左が適用前 で、適用すると右のように、まあ、ペアの括弧にこう色がついたり、まあ、余計な空白とかに色がついて、あ、なんか余計な空白あるじゃんっていうのを、まあ、気づいたりですね。まあ、あと、インデントが虹色になって変なインデントが入りづらくなったり、まあ、こうすることで、コーディングのミスを手軽に減らせることができるので、まあ、まず入れておくといいんじゃないかなと思います。続いてが、コーディング支援の、まあ、リントですね。こちらはですね、コーディング規約に反映しているコードとかを自動で指摘してくれるので、誤りを減らしてくれますね。これ、前の本では、Python を例にして設定を紹介しています。まあ、各種言語あるので、ちょっとそれぞれ調べていただくような形にはなるんですけど、Python の場合は、まあ、前の本にある程度設定が書いてあるような形ですね。で、いろいろPython もリントをチェックするライブラリあるんですけど、まあ、Flake8 っていうのがいろいろチェックしてくれておすすめかなと感じています。で、まあ、リントを実行すると、場所をですね、マウスオーバーすると、どんな間違いかっていうのも教えてくれて、まあ、コーディング規約の、まあ、勉強にもなるような形ですね。で、リントの注意点なんですけど、まあ、設定したら結構正しく動作してるか最初に一度チェックするのがいいですね。というのも、私一回設定失敗してて、全然リントが働いてない時があって、で、気づかずにずっとコーディングしてて、なんか全然、指摘されなかったから、もう完璧なコードを書いてると、勘違いしてて、ずっと、いい気になって書いてたことがあって、で、最後の方に間違いに気づいても、なんか、チェックだらけだったみたいなことがあったんで、まあ、そんなことのないように、まあ、最初にですね、わざと間違えたコードを書いてみて、まあ、正しくリント働いてるなってチェックするのがおすすめですね。まあ、大体何も見ずにコード書くと、何かしら間違えるので、何も警告されなかったら、リント正しくチェックされ、入っているかをチェックするのがおすすめです。あとは、まあ、ドキュメントでマークダウンを使う方も多いんですけど、これマークダウンをですね、PDF にしたり、あとはリントのチェックしたり、スライド作成したりなど、まあ結構いろんな拡張機能がありますね。で、まあ個人的にはちょっとリントはおせっかいかなと感じることがありますね。結構マイクロソフトの、まあ結構厳しめの、規則が、設定されてるんですけど、まあ、マークダウン自体は、公式にはそこまで、きっちりした規則はない、多分、ものだと思ってるので、まあ、ちょっと、ここら辺はあんまり個人的な好みではないです。で、私はですね、まあ、単純にプレビューを出して、使っているぐらいですね。でも、それだけでも十分、マークダウンのビューアーとしても、リアルタイムの編集ができるビューアーとして、とても優秀だと思っています。あとはですね、図を書くのも結構便利で、ドロー IO っていうものもあったりしますね。で、結構図を書くのに、困っている人は、で、なんかいい感じのソフトが、無料のソフトがないくて困っている人は、これを一回試してみるといいんじゃないかなと思っています。これブロック図とかですね、タイミングチャートとか、簡単な確か電子回路とかも書けたと思います。で、結構マイクロソフトビジオって、まあ、知らない方も多いかもしれないんですけど、まあ、この結構有料の図を書くソフトがあるんですけど、それっぽく使えていい感じだと思っています。で、これエクスポートでたまになんか不具合があったことがあったので、まあ、その場合はデスクトップ版もあるので、まあ、そちらで作成して、まあ、VS コードでプレビューするみたいな使い方がいいんじゃないかなと思っています。あとはですね、まあ、ペアプログラミングとか、リモートでペアプログラミングとかしたいときは、ライブシェアっていう、機能がありまして、これでリアルタイムに VS コードの画面を同期することができまして、これも、とても便利ですし、これ GitHub にお互いログインするだけで、まあ、ちょっと操作すれば、簡単に、使えるので、まあ、なんか、ペアプログラミングがしたいときとか、結構コーディングで詰まっちゃって、誰かと相談したいとき、こう、チャットとかズームしながら、このライブシェアも並行して使うみたいな使い方をすると、ハマってる問題を、比較的、お互いスムーズにコミュニケーションを取りながら解決したりできるんじゃないかなと思っています。
で、あとは、まあ、リモート開発ですね。先ほど、リモートとも非常に相性がいいって話がありましたけど、まあ、これにもとっても有用だなと思っています。まあ、主に2つのパターンが自分としてあるかなと思っているんですけど、まあ、リモートマシーンですね。先ほど紹介したような、特にラズベリーパイとかジェットソンなどとか、比較的非力なマシーンでのファイルの編集だったり、もしくは、クラウドサーバーですね。AWS とか Azure とか GCP とかのファイルをですね、まあ、手元の PC 上の、まあ、使い慣れた VS コードの画面で編集できたり、まあ、デバッグできるっていうのが、まあ、非常に便利かなと思っています。ここら辺もですね、まあ、設定はちょっと慣れてない人は、ちょっと、めんどくさいところあるかもしれないんですけど、前の本でですね、まあ、ちょっと SSH の認証から含めて、比較的、丁寧に分かりやすく説明していると思うので、まあ、もしよろしければそちらを参考にですね、一度設定していただけるといいんじゃないかなと思っています。あとは、まあ、リモートマシンですね、ラズベリーパイとかジェットソンなどもですね、まあ、結構昔は非力だったので、なかなか大変だったんですけれども、まあ、今、ラズベリーパイも4になってかなりマシンスペックも上がってきているので、まあ、直接環境が許せばインストールしちゃって動かすっていうのも、まあ、なかなか楽なんじゃないかなというふうに思っていますので、まあ、ここら辺もお好みで合わせて選べばいいかなと思っています。まあ、結構私も最近はラズベリーパイ4とかだともう直接インストールしちゃうことが多かったりしますね。あとはですね、最近使ってすごい便利だなと思った機能なんですけど、リモートコンテナですね。これはなんか VS コードと Docker とまあ組み合わせて使えるようなものでして、まあ Docker のコンテナ内のファイルの編集だったり、まあコンテナ内でのこのターミナル操作だったり、あとはですね、コンテナ内のアプリも X を飛ばせば、GUI アプリも動かせたりとですね、まあ要は VS コード上でとドッカーを組み合わせて開発を、まあ、完結できるみたいな環境を、環境構築から、まあ、開発までを完結できるような、まあ、拡張機能になりますね。これ、なかなか使ってみないと良さが、分かってもらえなかったり、まあ、ちょっとドッカーっていうものを詳しくないと、まあ、今、ピンとこなかったりするかもしれないんですけど、最近ですね、ゼロからの OS 自作入門っていう本を読んで、なんかちょっと OS を作ったり、してるんですけど、これとか VS コードと Docker で OS を作ったりするのが、とっても環境構築含めて便利でしたね。ここら辺も記事にまとめていますので、まあ、もしよろしければ、見ていただけると、なんかちょっとこんな感じに開発するのかって、参考になるんじゃないかなと思います。で、まあ、ここら辺で終わりなんですけど、ちょっと時間が早いので、先ほどですね、ちょっと紹介したVS コードで自作 OS を開発するのが、まあ、どんな感じでできるのかっていうのをちょっと雰囲気だけでも見てもらえればいいかなと思っていますと。で、これ今 VS コード上でですね、リモートコンテナを開くとですね、まあ、Docker ファイルから、Docker のビルドをして、まあ、もうこれビルドしてるのですぐ Docker のイメージが立ち上がるんですけど、これターミナル内でですね、Docker を、コマンドを操作して、今何をしてるかっていうと、はいですね。カーネルのビルドをしているような形になりますね。で、今はしてないんですけど、当然コンテナ内のファイルとかも、この VS コードで編集できて、まあ、そのターミナルでの実行と、まあ、開発が、Docker の環境構築から含めて、まあ、VS コードで完結してるよっていうところですね。で、続いては、ブートローダーをビルドしてるのかな。はい。で、これでブートローダーのビルドも終わったので、あとはですね、エミュレーターを立ち上げて、で、これで X が飛んで、この Mac の画面に X のウィンドウが飛んできてですね。で、OS も、こう、自分で作った OS が、まあ、立ち上がるっていうところまでが、まあ、できますというところですね。まあ、ここで、まあ、言いたかったのは、まあ、VS コードで、まあ、自作 OS みたいなものも、結構完結して開発ができちゃうよっていうことなので、まあ OS が作れるってことは、まあきっと何でも VS コードで作れちゃうだろうという、まあそれだけいろんなものに使える可能性がありますよということを、まあ言いたかったわけですね。はい。で、まあそろそろまとめに入りたいと思うんですけど、まあ最後に
言いたいのはですね、まあ、VS コードエディター入門という本が、全で無料公開されてますので、まあ、今日話したこといや、まあ、今日話せなかったような他のこともいろいろ書いてありますので、まあ、ぜひこちらの本を読むことから、これから初心者の方は始めて、まあ、VS コードを、まあ、エンジョイしていただけると、とても嬉しいですという、はい、ところです。はい。今日はご清聴ありがとうございました。以上です。唐揚げさん、ありがとうございました。コメント、チャットの盛り上がりがすごくって、はい、スパチャだったら結構来ちゃうんじゃないかなっていう。あ、スパチャ、嬉しい、スパチャしてしたかった。で、質問なんですが、タツさんから、今入れている拡張機能のリストをエクスポートすることは可能なのでしょうかっていうのがあったんですが、トゲさんから回答いただいてましたね。ありがとうございます。すごい。下山さんから、リントを複数入れても大丈夫でしょうかっていうのは、これは、複数言語の、同じ言語のリントを複数入れても大丈夫でしょうかってことかな？確か大丈夫で、重ねてダブって表示されるんで、まあ、ちょっと見づらいぐらいですね。確か大丈夫だったと思います。はい。言語にもよるかもしれないんですけど、はい、Python は大丈夫だったと思ってます。ありがとうございます。寺崎さんから、最後のところで X 飛ばすのって操作 PC が Mac でも利用できますかっていうのは、これは、最後でもいただいたので。あ、そうですね。最後 Mac でやってました。はい。はい、Intel Mac ですね、あれは。はい。あと、というところですね。はい。すみません。皆さんすごいなんか興味を持って聞いていただけたようです。それ、唐揚げさんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。それでは上田さんの方、上田さんよろしくお願いします。はい、シェアします。映ってますでしょうか。なんか、逆ですか。カンペの方が、あ、OKOK。はい、すいません。はい、それでは上田祐樹さんによる、VS コード新機能紹介2020-2021です。この1年間のところでの、VS コードの新機能のトピックを紹介いただきます。それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ VS コード新機能の紹介と、この1年の新機能の紹介を行います。簡単に自己紹介しますと、私は上田と言いまして、山奥の方の大学院で博士課程やってます。で、VS コードに関して言うと、コントリビュートしたりだとか、R 言語のサポートとかの機能を開発したりだとか、キータの方に開発方法を書いたりしてますので、よかったら利用してやってください。で、本日は VS コード1年間、ほぼ毎月アップデートが行われていますが、そのうちの6つを紹介しています。6つともどれも最近の技術トレンドに即していまして、初心者向けとしていますが、今回はなんとなく使ってるけど、もっと使いこなしたいよとか、最新の技術トレンドが知りたいって人も向けてプレゼンをいたします。まず最初は GitHub についてです。2018年にマイクロソフトさんが GitHub さんを買収した影響が VS コードにも出ています。昔から GitHub プルリクエストという拡張機能、プルリクエストを VS コード上で作成したりだとかレビューを行うという便利な機能がありましたが、今年はそこに and issue と issue の作成まで作られました。この機能、GitHub でできている issue の作成だけでなくて、ソースコードを書きながら issue を自動生成するということもできるようになりました。コメント文で to do とか bug、今動画で出ている部分ですね。そういったものを書いておけば、VS コード上でそこのコメント文を引きながら、コードに即した部分をバグ報告することができます。もう一つ、イシュープルリクエストの連携機能です。こちらもコメント文に、シャープだとか、アットマークの後にユーザー名だったり、イシューの番号を置いておくと、ソースコードとその人の割り当てができます。例えば、トゥードゥのシャープ479に、アットマークユーザー名とやっておくと、この人にここ直しといてねというような通知を GitHub を開かずに行うことができます。
今まで作成したソフトウェアを GitHub に登録したりだとか、そういった操作するのには、いろんなコマンドラインを覚える必要がありましたが、現在の VS Code は、こういった機能を、プライベートリポジトリ、パブリックリポジトリ、そういうの関係なく、すべて行うことができます。次に紹介いたしますのは、リモート機能。コロナ禍で皆さんの職場でもリモートワーク増えてるかと思います。VS Code のリモート機能を紹介します。これを使うことで SSH だったりコンテナ、あとは Windows System for Linux の開発環境を利用することができます。この機能何よりすごいところが、この利点使うためにソースコードをローカルに置いておく必要がないんです。またこれ使っておけば、ローカルマシンで実行するのと同じ環境をリモートマシンで実行できます。現在流行りのコンテナ等だったり GitHub Code Spaces を同様に VS Code のリモート機能で使えるので、より多人数での開発がやりやすくなったかと思います。次、予約半分ですね。ARM プロセッサーです。ARM というのを多分聞いたことある方かも何人かいるかと思いますが、いろんな環境で動く省電力が売りのプロセッサーのシリーズです。対抗としてインテルの CPU とかっていう最高速のプロセッサーもありましたが、最近の ARM は速度も出るようになって、世界一のスーパーコンピューター、富岳でも採用されています。で、もうちょっと身近な例だと Chromebook にラズベリーパイ、あとは M1 チップ搭載の Mac とか、そこら辺をサポートするようになったので、もうほとんどの環境で VS Code は使えるようになりました。ダウンロードが少し手間ですが、ホームページに行って、Other Download のそれぞれ対応した Apple Silicon だとか ARM64 というのを選んでおけばダウンロードができます。一応、すでに Mac、M1 Mac でちょっと前の VS Code 使われていた方は、ここら辺で再インストールしておくと安心かもしれません。四つ目が、Jupyter Notebook。データサイエンティストの方などがよく使われているツール。こちら、今までは専用の Jupyter Notebook という、もうそのままの開発環境が必要だったんですが、すべて VS Code に統合することができました。簡単に言うと、ドキュメントと Python がセットになっている開発環境ですが、VS Code を介することで、Python ソースコードの自動的な実行だったり、そういったことがすべてできるようになりました。次、リモート開発環境とちょっと関連しますが、設定の同期ができるようになりました。最近だと、複数 PC を持っている方、プライベート用、仕事用で開発環境を持っている方も多いかと思います。が、そういったものを GitHub や Microsoft アカウントと結びつけて開発環境を統合することができます。ここですごいところがですね、設定だけでなくて、キーバインドだったり、インストールしている拡張機能、あとは VS Code の UI を変更しただとか、そういった情報もすべて一つのパソコンで変更したら、他の PC にも影響するように設定できます。設定方法もかなり簡単でして、エディターを開いて左下の歯車を押してもらって、ターンセッティングシンク。多分、日本語版だと同期機能の有効化とかですかね、を押してもらって、Microsoft アカウントか GitHub アカウントでログインしてしまえば、すぐに他の機能の設定が反映されます。最後に紹介しますのが、VS Code の今開発中の新機能です。現在の安定してないんですけども、今後 VS Code がアップデートされていく中で有効になる機能です。この中で目玉なのが左上のリモートハブとパイランスですね。リモートハブ、最初の方で GitHub のイシューやプルリクエストを作成できるようになったと報告しましたが、リモートハブを使うことで GitHub の中にあるファイルを直接変更したり閲覧するということができるようになります。
ここまであればもう GitHub を開く必要はなくなるかもしれません。もう一つが PyLance。Python 使いたくないっていう人の主な理由に、型がないからちょっと不安っていうのがありますが、PyLance を使うことで Python に型をつけたサポートを行うことができるようになります。これら新機能の拡張ですが、まだ安定はしていませんが、今後よりいい機能になるかもしれません。ちょっと早いですが、今回の発表をまとめますと、いろいろエディターのアップデートを見ると、どれも昨今の技術トレンドに即したようなアップデートがこの1年間で行われてきました。もし今後、いろいろな VS コードのアップデートを見て、そういったトレンドを追いたいという方は、VS コードのダウンロードページに行くと、インサイダー版というのがあります。この矢印の部分を押してもらって、ステーブル安定版ではなくインサイダー版をクリックすると VS コード毎月アップデートされますが、それを毎日アップデートし、いろいろなトレンドをいち早く体験することができます。で、さらにもうちょっと日本語でざっくり確認できればいいかなという方は、最初に発表していただいた徳倉彩さんがソフトウェアデザイン毎月18日発表、発売されています。こちらの方、いつも大ボリュームで VS コードのアップデートだとか、VS コードであったイベント等を紹介してくれておりますので、ぜひご購入ください。以上で私の発表を終わります。ありがとうございます。上田さん、ありがとうございました。感想なんですけれど、トゲさんから、移住の自動生成知らなかった、むっちゃ便利ですね。あと、タツさんから設定の動機知りませんでした。知れて嬉しいです。これ結構これ便利なので使ってください。あと、ワタボーさんから、パイランス使っている人の感想を聞いてみたいなということで、これは、次の、そうですね、次のミートアップの LT テストとかで、もし使っている方いらっしゃったら、応募いただければと思います。あと、もっちゃんさんから、ノートブックの機能の今度、今後のアップデートが楽しみですという感想をいただいております。それでは、セッションの方3つ終わりましたので、LT の方に入ります。順番は、マッピーさん、ソンさん、ザイヤさんの順になります。マッピーさん、準備お願いします。はい。よろしくお願いします。見えてるかな？はい。見えてます。それではマッピーさんによる、私が思う VS コード使い始めに入れておくと便利な拡張機能10選になります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私の方からは VS コードの拡張機能のお話、徳倉さんだったり、いろんな方から拡張機能の話あったと思うんですけど、その中で具体的に私が思う10選というのをご紹介したいなと思います。で、こちらの記事はもうすでに、前という、先ほどちらっとお話ありましたけど、まあ、ブログプラットフォームみたいなところで公開していますので、興味ある方は、ぜひこの後ご覧になってみてください。で、今回の内容なんですけれども、私は IT エンジニアなんですが、まあ、IT エンジニアであるないに関わらず、まあ、VS コードをこれから初めて使い始める方、例えば新社会人で、文系の大学から、初めて IT のエンジニアの会社に入って、まあ、使うとか、Adobe の人が使うとかいろいろありましたけど、まあ、そういった方が、まあ、最初何を入れたらいいのかなって、ネットの情報を見てもたくさんいろんなものがあるので、悩むと思うんですね。なので、まあ、私が、まあ、長らく、まあ、VS コード使ってますけど、まあ、その中で思う、まあ、これがあったらいいかなっていうやつをご紹介したいと思います。はい。で、ちなみになんですけれども、先ほどちらっとお話があった通り、日本語で VS コードが対応してないので、まあ、翻訳用の拡張機能みたいな形で、まあ、ランゲッジの、日本、ジャパニーズランゲッジパックっていうのありますけど、こういったもの、まあ、皆さん便利だよねって言ってるものは、正直割愛したりとかしてます。例えば、ライブシェアとか、リモートコンテナーとか。であるんですけど、そういうのは割愛しているので、もう純粋に、まあ、探さないと入れないよねっていうようなものをご紹介していこうかなと思います。で、1個目がですね、レインボー CSV ってやつですね。まあ、簡単に言うと、構造化されているデータですね。まあ、CSV とか DSV みたいに、カンマとかタブとかセミコロンとかパイプとかいろんなもので区切ってるデータのファイルっていうのを見たときに、色付きで分けてくれるってやつですね。はい。まあ、イメージで言うとこんな形なんですけれども、これだけじゃんっていう話、
で、あの、レインボー CSV 片付けられやすいんですけど、私がすごい推したいのは、もう一個あって、あの、クエリーの機能があるってやつですね。VS Code のこのレインボー CSV っていうのを入れると、下にですね、このメニューみたいなのが、あの、ポコンって追加されて、ここにあの CSV リントっていうのと、まあ、リントの機能とクエリの機能っていうのが追加されて、クエリをするとですね、構造化されたデータを、まあ、テーブルみたいに、分割して、クエリみたいなことをクエリすることができます。あの、純粋に SQL とは違って、まあ、レインボークエリーランゲージっていうものが、まあ、GitHub 上で公開されてて、まあ、これに従ってやるんですけども、まあ、SQL みたいな形でデータのクエリが投げられて、でクエリの結果を見れるよと。例えばこの例だとディスティンクトしてる例になるんですけど、こういった形で、CSV をファイルだけでクエリできるっていうのは、まあ、便利かなっていう話で、まあ、ご紹介です。それから2つ目は独創オーソリングパックっていうので、まあ、これは名前からちょっと想像つく通り、実はこれあのマイクロソフトドックスって言われるマイクロソフトの公式のドキュメントだったり、まあマイクロソフトランっていう無料のマイクロソフト関連のサービスの、まあ学習プラットフォームみたいなのがあるんですけど、まあそこの記事を書くための、まあいわばツールみたいなところなんですが、その中でもかなりおすすめの拡張機能というか一緒に入るのでご紹介したいなと思います。この独創オーソリング、パックっていうのをインストールすると12個の拡張機能が今インストールされるようになっていて、まあ、12個こちらあるんですけれども、この中のドックスマークダウンっていうのとコードスペルチェッカー、それからリンクチェッカー MD っていうのがあるんですけど、この3つがおすすめですね。ドックスマークダウンっていうのは、マークダウンの、まあ、リントツールみたいな形ですね。まあ、なんていうのかな。見出し、マークダウンの形式で見出しを作りたいってなった時に、例えばシャープ1個つけるとかいろいろあると思うんですけど、まあそういった、補助をしてくれる。で、コードスペルチェッカーとかっていうのは、まあスペルチェックしたり、まあリンクチェックっていうのは、マークダウンとかでリンクを書くと思うんですけど、まあそのリンク先が生きてるか生きてないかみたいなところをチェックしてくれるツールです。拡張機能ですね。まあ、こういったのがあるので、まあ文章を書くときとかも、URL 載せたりすると思うんですが、URL 正しいのか正しくないのかとか、そういったところを、まあ、書きながら見れるっていうのは便利かなというところでご紹介です。で、3つ目は GitHub テーマですね。まあ、これはもう有名中の有名なのであまり触れないんですけど、やっぱり VS Code 標準だと、例えばファイルのアイコンだったり、まあ、文字の色とかですね、まあ、結構単調だったりするんですけど、まあ、この GitHub テーマっていうのを入れることで、まあ、かなり人間の目に優しいっていうか、まあ、ちょっとカラフルチックな、まあ、VS Code にすることができるというところですね。この後ちょっと VS Code の画面見せようと思いますけど、まあ、色の、色がちょっと淡いブルーになっ、で、文字が表示されたりとかいろいろあるので、まあ、私としては、まあ、一番いいテーマかなっていうふうに言ってご紹介です。あと、デュプリケートアクションっていう4つ目ですね。こちらは、VS Code には、エクスプローラー、まあ、ファイルエクスプローラーが、まあ、右とか、まあ、左とか、いろいろ、設定によって表示してますけれども、ディレクトリ、ファイル、フォルダのコピーってできないんですよね。ファイルのコピーはできるんですけど、ディレクトリ以下のコピーっていうのができなくて、要は、このディレクトリそのままコピペしてみたいなエクスプローラーとかでできてたのが、まあ、できない。ちょっと不便だなってやったんですけど、この拡張機能を入れると、同じ階層に名前変更して、そのまま、複製っていうのができるので、これかなり結構、楽だなっていうところで、結構使ってます。はい。それから、パーシャルディフですね。パーシャルディフっていうのは、ファイルの差分、まあ、テキストの差分を取るツールなんです。確認見れるツールなんですけど、これのいいところっていうのが、3つあります。ファイル内でも、diff 取れるし、ファイル間で diff 取れるし、クリップボード機能みたいなのがあって、選択した内容を、まあ、クリップボードみたいなところに保存しておいて、選択して残しているところと、次に選択したところと、そこ同士をディフ取るみたいなことができるようになってるんですね。実際に、拡張機能の、紹介、インストールページに、ジフが載ってるので、まあ、クエリになる方は見ていただきたいんですけど、かなり、便利です。はい。かなり便利です。っていうので載せました。はい。あとちょっとここはね、さっき紹介があったやつの一個なんですけど、紹介、これじゃなかったかな？ごめんなさい。ブラケットペア、カラライザー2っていう、実は1っていうか、2がないバージョンがあって、2年前かな？何年か前に2になったんですけど、カッコとかに色つけて、色付きで目視確認できるっていうので、結構ね、このカッコちゃんと閉じてるとか、どこ閉じてるんだっけとか、いろいろね、悩むときってたまにあるんですけど、その時に、まあ、パッと一目でわかるっていうところで結構便利かなっていうので、あります。
まあ、かなりエンジニアとしては、まあ、かなりこの後にね、便利になるのかなと思うんですけど、まあ、エンジニアじゃなくても結構そういうのあったりするので、まあ、いいかなっていうところですね。あと、これ私読めないんですけど、エビデンスペクターっていうのかなっていうんですけど、これ、全角スペースを、強調表示、ハイライトしてくれる、拡張機能なんですね。VS コードを使っててすごい思うのは、標準だけだと半角スペースと全角スペース色付けてくれないから、どこにあるかわからないっていう問題が結構、文章書いててあるんですけど、まず全角スペースを、色付きで表示してくれる拡張機能がこの3つですね。白い色とかで出してくれるので、かなり半角と違うよっていうのも、見やすいです。で、さっきこの下にあった、もう一個ご紹介があった、まあ、トレーリングスペースっていうのは、その半角とかの色付きで、スペースを、赤の色付きとかで見せてくれるってやつですね。はい。これもかなり便利です。もう、この後、インデントレインボー。これ、インデント色付きしてくれるって、さっき、これを3つかな ?3 つが紹介されてたのかな。もう、このあたりは、かなり重宝するので、ぜひ皆さん入れてください。はい。ブログに URL 書いてるので、そのまま行けばインストールできると思います。で、あと最後、クリップボードリングっていうところで、これはね、クリップボードを拡張できる、拡張機能で、何を言っているかというと、クリップボードって基本的にコントロール C とかコントロール X ってしたら、直近の1個しか、コピーできないと思うんですけど、これを入れると、履歴、でコピーできます。何を言っているかというと、この後ベースコードの画面見せるので、見たいと思うんですけれども、はい、半角の、赤でハイライトされているこれ見れるのがこれだったりとか、あと全角とかだとこんな感じで白になったりとかっていうやつは、さっきの話ですね。で、何を言っているかというとですね、普通にコントロール C ってすると、まあ、こんな感じで、普通に直近のやつが出ると思うんですけど、コントロールシフト V を押すとですね、直前で、コピーしたやつ、こんな感じで、残ってるやつ全部、取れます。なので、あ、しまった、間違えてコントロール C 押しちゃったっていう時も、これで助かるっていう話ですね。これかなり、私はありがたいので、もう毎回使っておりますというところでした。はい。というわけでですね、ちょっとあれだったんですけど、いろんな、おすすめ拡張機能っていうのはあると思うんですけれども、まあ、私的に、まあ、10選っていうのをご紹介させていただきました。で、実際にですね、ビジュアルコード、VS コードマーケットプレイスっていうところで、いろんな拡張機能、紹介されてたり取り上げられたりするので、まあ、ブログだけじゃなくて、こういったところで、なんかこんなのないかなって皆さん、まあ、検索してみることも、まあ、いいかなというところで、私の LT を終わらせていただきます。ありがとうございました。マッピーさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それでは孫さん、お願いします。はい、ではシェアします。どっかな。はい、見えていますか。はい、はい、それでは、はい、ティオンソンさんによる VS コードに移行するときに考えたことになります。よろしくお願いします。はい、それでは VS コードに移行するときに考えたことというテーマで LT の方をさせていただきます。まずは自己紹介の方からしていきたいと思います。ソンと申します。山奥の大学院の M2 出身でになっています。VS コードは、ちゃんと使い出して約3ヶ月なんで本当にビギナーです。で、まあ、どういう用途で使ってるかっていうと、趣味の競技プログラミングであったり、ウェブアプリの開発で JavaScript を使っていたり、まあ、Python 各用とか Swift 使うときにもちょっと使ってたり します。はい、今日のアジェンダなんですが、こんな感じでやろうかなと思っています。まあ、初心者が IDE から VS Code へと移行するときに感じたことっていうテーマであります。まあ、4つあります。VS コードを今どういう状態で使っているのかっていうのと、VS コードに乗り換えるまでにどういうことを考えたのか。で、どういうきっかけで乗り換えたのか。で、最後には、まあ、同じ IDE から VS コードに移行しようかなって考えている人向けにちょっと、伝えたいことみたいな感じになります。で、僕はちょっと学生でがっつり開発やってるわけではないので、どちらかというと学生趣味ユーザー目線の方に、の LT になります。はい。では、今まで、先ほど言った通り VS コードに今ちょうど移行中なんですが、まあ、今までどういう環境をやってたかっていうと、コードを書くときは主に X コードを使っていて、で、まあ、Python ファイルをいじったり CSV とかいじったりっていうのは上の方のツールを使っていたりしました。でサーバーとかをそうするときは Beam とか使ってました。で、今は上の方を VS コードにまるっきり全部移行して、で、X コードで、まあ、X コードでしか使えないようなことは、そのまま X コードを使っていて、で、
まあ、プロジェクト作らなくてもいいよね、みたいなのはちょうど VS Code の方に移動して、作業、環境の方を作っています。はい。で、実はこのような環境になるまで、約2年間ぐらいかかりました。まあ、2年ぐらい前に VS Code をインストールして、でそこから最近ようやく、あ、VS Code すごいってなって、本格的に使い始めたっていうような感じになっています。で今回はこの2年間で一体どういうことを考えていたのかっていうことについてちょっとお話ししたいなと思います。で、実はこの2年間の間に何回か乗り換えようかなって思ったことがありました。で、毎回、じゃあ VS Code に乗り換えて一体何ができるんやろうっていうことが自分の中で、考えていて、で、それを友達に聞くと大体こんな感じが返ってきます。まあ、強い友達に聞くと何でもできるよと。で、何でもできるって何ができるんやっていうのが正直な自分の感想で、それが、当時は、その、結構 X コードだけ、他の ID だけでもものすごく満足していたので、まあ何でもできるよって言われても、乗り換えるのもめんどくさいなっていうふうに考えていました。で、後になって振り返ってみると、まあ何が知りたかったかというと、VS コードではできて、ID ではできなかったことっていう機能が知りたかったなっていうふうに感じています。まあこの機能があって、VS コードは、君が使ってる ID だ、こういうことできないけど、これができるんだよってことがあったら、比較的に乗り換えようかなという気になったのかなというふうに感じていました。で、次に、乗り換えるまで考えたことにってなっていたんですが、まあ、当時は結構 X コードの方を使っていて、で、いざその機能を VS コードに乗り換えるとなったときに、本当に全部再現できるんだろうかっていうようなところが疑問でした。でしかも、できれば似たような UI で使いたいなっていう気持ちもあって、時間、移行をためらっていたっていうふうになります。まあ、これ X コードで実際コードを書いてるときに、こういう機能がバッて出てくるんですけれども、まあ、ワーニングと、まあ、こういうふうに直したらいいよっていうようなフィックスの機能と、あとはコードを書いてるとき自動保管が来ます。で、ブレイクポイントもきちんと最初についていると。で、IDE を最初に使い出した理由っていうのが、環境構築がものすごく苦手で、まあ、とりあえずそれを入れておけば、なんとかなるだろうっていう考えのと ID を使っていた、いました。で、そこから VS Code に乗り換えるってなると、その IDE 上で使っていた機能っていうのが、どういう、まあ、名称で、どういう名称の機能なのか。で、そこからそれを拡張機能の方に代用しようってなると、こう、本当に自分が欲しい機能が拡張機能で提供されているのかっていうのが、想像つかなくて。で、この2年間の間は、まあ、こういうことを考えて、こういう問題があって、なかなか乗り換えに移行するのに戸惑っていたっていうふうになります。で、じゃあなんで乗り換えるに至ったのかっていうところなんですけれども、まあ、一つは、強い人が、その VS Code にものすごく強い人が同じ環境にいたからです。まあ、同期がバリバリに VS Code を使っていて、で先輩に、上田さんがいたのでちょうど、そういう環境にいて、二人がゴリゴリに VS Code 使ってるのを見て、あ、自分も乗り換えようかなと思ったっていうところです。二つ目は、この2年間の間に、ある程度環境設定に対する知識がついてきたっていうところになります。まあ、一つは先ほどの図でもあったように、その X コード上のこういう機能はこういう名称だから、こういう拡張機能を使ったら導入できるなっていうのが分かってきたのもそうですし、あとは、まあ、JSON とかで環境のファイルを管理するのに、ある程度慣れてきたっていうところがあります。で、三つ目なんですが、使っていた IDE でできない部分に強く惹かれたっていうのがあります。まあ、先ほど、マッピーさんの LD でもあったように、レインボー CSV とか導入すると結構感動して、でこういう機能使いたいなっていうところがモチベーションになって、乗り換えになりました。はい。で最後、ちょっと書き足ですか。最後の方は、まあ、迷っている人へっていうところです。特に、初心者、僕みたいな初心者が一気にVS Code の方に移行するのは多分無理だと思います。で、ただ VS Code ってプログラミングをする以外の部分でもものすごく便利な拡張機能が多いので、まずはそういったところを使いながら、で、あとは IDE のこういう機能がこういう拡張機能に当てはまるよねっていうのを考えながら、ゆっくり移行していくのがいいんじゃないかなと思いました。で、一つは最後に、まあ、要望みたいな感じなんですが、例えば、こういう IDE から VS Code に変えるときに、こういう拡張機能を導入したらおすすめだよみたいな、セットみたいなのがあれば移行する人が増えるのかなっていうふうにもちょっと感じました。ぜひ、ID ユーザーを VS Code コミュニティに勧誘というか、誘うときは、こういうふうなアドバイスをしていただければ、移行しやすいのかなというふうに思います。
はい、ちょっと駆け足ですが、以上で LT の方を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。孫さん、ありがとうございました。それでは、ダイヤさん、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。音聞こえてますでしょうか？音は聞こえてます。あ、はい、じゃあ画面共有します。はい。はい、ダイヤと申します。よろしくお願いします。はい、今日、いきます。はじめ、リモート会議、私、リモート会議で VS コードを使ってメモを取ったりしているっていうことを事例として紹介したいと思います。最初にまとめますと、最初に私、非 IT なんですけど、まあ、VS コード使ってますよっていうことをお話しさせていただいて、この1年ぐらい働き方改革とコロナで無駄削減がすごくひどくなってるよっていう話をして、まあ、そんな時に、VS コード使って、まあ、効率化を図ってますよっていうような話をさせていただきます。登場する首脳拡張はこのあたりです。私の、まあ、履歴になるんですけども、VS コード乗り換えたきっかけは、会社の OS が Win10 になったということで、今まで使ってたエディターが使えなくなって探したっていうのがありました。で今は、議事録やレポートや、まあ、工程図などの作成に使っているのがメインです。だいたい2年ぐらいの履歴になります。こういった形で使ってるっていう紹介です。で最近の会社の動きなんですけれども、まあ、働き方改革コロナで無駄削減がひどく言われているんですけれども、結構組織の日ごとって一人じゃ完結しないことが多いっていうのが現状で、ただ、削減の筆頭は会議とか打ち合わせを効率よくしなさいってどんどん削られていって、本来こう話し合ってうまくしなきゃいけないところが削られちゃってどうしましょうっていうことになっていて、ちょっと対話とか議論がすごく貴重になってて、この時間をどうやって稼ごうかっていうの状況になってます。で、まあ、じゃあ、社員と会社どう考えてるかっていうと、社員は在宅をマイナスに捉えていて、会社も実はマイナスに捉えてるっていうのが現状で、こんなことで生産性が下がるんだけども、これがニューノーマルだと、じゃあどうしようかなっていうふうに悩んでました。で、そこで今、ウェブ会議で、まあ、すごく増えちゃってるんですけど、効率化して議論を増やしたいっていうことで、VS コード使ってます。ウェブ会議振り返りますと、まあ、準備して会議してまとめして、まあ、相手に議事録こういろいろ会議しながらレポートまとめて上司に報告するっていうのが一般的な流れなんですけども、まあ、この会議とか準備って実はすごく大事になってきていて、ここをうまくすると会議が効率化すると。だけど今までの会議でいうと、ここの議事録のまとめがすごく時間を食っちゃっててっていうところで、すごく非効率だっていうことを言われていることに気づきまして、このまとめと議事録、レポートっていうところを VS コードで一緒にやっちゃえば、ここの部分に時間をかけれるんじゃないかなって今考えて、今、時短できない部分に時間を割こうとしていています。で、まあ、お話しすることは、マークダウンなんですけれども、マークダウンで資料を作ってラップアップまですることで、だいぶ効率化できてますっていうご紹介です。マークダウンがいいなと思って導入したのは、やっぱり文芸的プログラミングで軽量で生成が楽だっていうところが一番でありました。で、いろいろ文芸的プログラミング探したんですけど、可読性が高いっていうところには魅力を感じていて、議論しながら、いろいろこうまとめも同時にできると。で、それを共有することで、構成も同時にすぐできるっていうところに魅力を感じています。で、あと、マークダウンを採用するツールが今すごく増えているっていう印象があって、かつ拡張性が高くて汎用的だっていうところも、すごく今、仕事を効率化する上で役に立っています。で、資料を作った時にもそのままプレゼンするっていうことも、魅力に感じています。MARP っていうのを使ってるんですけども、MARP はマークダウンとの相性が良くて、作った資料がそのまま、資料になってくれる、パワポみたいになってくれるってとこがすごく魅力的です。で、MARP って、すごく地味なんですけれども、まあ、この地味さっていうのが、実は会社の社内の報告にはすごく向いていて、スペル間違ってますけど、リビルは最初とやろうと思ったんですけど、動きがすごく派手で、上司の受けがあんまり良くなかったんですね。ということで、この MARP のちょっと地味さっていうのが、今僕はすごく魅力を感じています。で、出来上がった資料とまとめなんですけども、結局社内の資料っていうのは、やっぱりマイクロソフト系っていうものをすごく使わないとうまくいかなくて、
社外の人とやり取りするときも、結局マイクロソフト系じゃないと資料のやり取りができないという実情がありますんで、このマープ、マークダウンで作った書類をパンドックで、変換すると、割と手軽に、書類ができるっていうところにすごく魅力を感じています。こんな形で、マークダウン、マープ、パンドックの組み合わせで議事録を作る、それをまとめて資料にするっていうことで、資料で今まで、いろいろやり取りしていた無駄な部分、まあ、ウェブで考えると無駄になってた部分っていうのを削減して、ここになるべく時間を割くようなことを今しているっていうことです。で、ちょっと時間があるかどうかわかんないんですけど、ちょっと一例をお見せしようかなと思っていまして、例えば、こういった、まあ、ある程度アジェンダみたいなのが渡っているときに、まあ、例えばこういうのをさだまさまコピーしてきて、ここでそのまんま貼り付けると、こういう形で簡単に表ができるっていうのがマークダウンの手軽さだと思っています。で、さっきちょっと、今日の議事、セミナーを聞きながら自分で勝手にメモを取ってたんですけども、聞きながらこういう感じでどんどんこう書くことである程度資料が出来上がってくる。あとはこれをちょっと整形するだけで、最終的なレポートが仕上がって上司の報告も楽になるっていうようなことを今、すごく魅力に感じていて、非 IT でも、VS コード役に立ってますよっていうお話でした。私からは以上です。マイクを返します。ダイヤさん、ありがとうございました。これで、本日のプログラムはすべて終了となります。登壇していただいた皆さん、ありがとうございました。それでは、本日、ちょっとクロージングの方に入ります。本日、YouTube のチャット、本日 YouTube のチャット、それから、ハッシュタグ VS コード JP の方で、コメントいただいて盛り上げてくださった皆様、どうもありがとうございました。それから、本日は参加枠として、同人誌、VS コードミートワークブック付きの枠のところの枠に、多くの方々に、参加いただきました。こちらの書籍の売り上げは、このミートアップの方の、運営の方に当てさせていただいております。コミュニティの方の運営の方に協力いただきまして、オーガナイザー一郎の方を代表いたしまして、お礼申し上げます。ありがとうございます。以上をもちまして、本日のミートアップは終了となります。このミートアップは、月1回のペースで行っております。次回の、よろしかったら、こちらの方の YouTube の方のチャンネル登録、よろしくお願いします。あと、登壇のネタの方と、LT の登壇の方も、応募しておりますので、よろしかったら、こちらの、コンパスの方の管理者となっております。運営の方に、お気軽にお伝えください。それでは、本日はちょっと長い間、ご参加ありがとうございました。以上となります。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。なんかトレンド入りしたらしいですよ。VS Code JP が。すごい。そうなんですね。すごい。関東地方のトレンド入りしたみたいですね。素晴らしい。じゃあ、そろそろですかね。ありがとうございました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 。失礼します。